こうやってライブを見てもらえるから何かエレジーにもねやれることないかと思っていつもねエレジーがライブで一番盛り上がる曲を持ってきました。皆さんストレス溜まってませんか？お仕事で嫌なことありますよね。わかります。家事やっててしんどいこととかありますよね。わかります。学校とかね、宿題とかいろいろあるんですよ人生。